土産話はあるのだろう。どれ。時を越えし稀人よ、闇に潜む影、貴公ならば必ずや払えるだろう。短き旅路であったが、もはやこのせいに悔いはなし。再会が叶いまして頂上にございます。旅立つには未だ渦潮に憂いが残っているゆえ、こうしてあなたを待っておりました。大代理の神王で払ったかに見えたドーマンの魂、しかしあれほどの改まやはり長伏を全うすること叶わなかったようです。伊勢の地に再びかの者の姿が現れたとか。なれど私はもはや封印の座から動けぬ身、長伏をお願いできないでしょうか。
いらっしゃい。私も。まだまだ隠居は先に。またどうぞ。の力見せてもらう。
からも精進するがよい。見慣れぬ顔だな。何用だ。おお、お主もこの不穏な気を感じ取った。我は平のコレヒガと申す。どうやら目的は同じようだ。どうだ、堂々せぬか。ここ伊勢はあやかしによって殺された多くの民と霊石が眠る場所。この地を悪しき気より守るのが己が義と心得ている。
なんとか退けたか、あの強き怨念。この地にただならぬ縁があるやもしれぬ。こたびは退けたが、霊石を狙う者はこれよりも後を絶たぬであろう。安心なされよ、この平のコレヒラ、神明を賭して義を貫かん。
いらっしゃい。私も村正の主には誠に感謝しておるよ。またどうぞ。
この浦部の末竹貴公と共に参らん。